コープメールという事業は、えー、今まで、えー、印刷の経験のない方でも起業することができるんですね。えー、例えば、あ地域で、えー、お店をやってる、えー、でも時間が結構あるので、えー、地域の情報を、えー、持ってきてくれれば、ここに、えー、共同で、えー、この封筒に入れますよといえば、 中身はそれぞれのお店が作るわけですからご本人がその取材から全てのことをやる必要もないわけですねそのようなコープメールの考え方からタウンメールを使うと宛名がなくても情報提供ができるそして反応率のいい封筒を使うそしてその印刷代はギャザリング 複数の仕事をまとめることによって大幅なコストダウンができる、そして小さなスペースでも QR コードを返すことによって、ソーシャルメディアに誘導して、えー、幅広い、えー、情報が提供できるようなことを考えてます。ぜひ、えー、コープメール事業で、えー、あなたの新しいビジネスを始めようではありませんか。